CPC をご覧の皆さんこんにちはここからの時間は新型コロナウイルス感染症情報をお送りいたしますそれではご覧ください・・ <music> 高森ポイントチャンネルをご覧の皆さんこんにちは住民福祉課の石田です今週の新型コロナウイルス感染症情報をお伝えします新型コロナウイルス感染症につきましては5月8日から新型インフルエンザ等感染症2類相当から 5類感染症に引き下げられ自主的な感染対策の実施や各種規制制限もなくなりました今週は令和5年度新型コロナウイルスワクチン接種についてワクチン接種コールセンターの再開について抗原検査訂正キットの 無料配布についてお知らせいたしますまず一つ目の令和5年度新型コロナウイルスワクチン接種についてです新型コロナウイルスワクチン接種につきましてはこれまで多い方で五回接種された方もいると思いますが今年度の ワクチン接種につきましては引き続き無料自己負担なしで受けることができます今年度は春開始接種と秋開始接種の2回が予定されておりまして春接種開始は5月8日から8月31日まで 秋接種開始は、月以降が予定されています春開始接種の対象者はまず65歳以上の方次に5歳から64歳までの基礎疾患を有する方医療従事者や介護従事者施設入所者 ななどとなっています町内の医療従事者や介護従事者施設入所者につきましては施設接種を予定しておりますが町外の病院や介護施設にお勤めの方で勤務されている病院や介護施設で接種を予定されている方につきましてはコールセンター または住民福祉課までお電話いただくと接種券をお送りいたします秋開始接種は9月以降に予定されておりまして5歳以上の方すべての方が対象となっていますそれでは高森町の接種についてお知らせします高森町では これまで同様、集団接種を実施いたします。会場は、高森町役場隣の高森総合センター特設会場で行います。次に予約の方法ですが、コールセンターにお電話していただくか、インターネットの予約専用サイトで予約していただく方法の 二つがありますインターネットでの予約は二十四時間受け付けていますのでぜひご利用くださいなお予約なしでの接種はできませんので必ず予約していただきますようお願いいたします接種までの流れはまずこちらから対象者に 接種券をお送りいたします接種券が届きましたら電話またはインターネットで予約してください先ほど話しました65歳以上の方でまだ前回の接種券がお手元にある方も予約することが可能です。また64歳以下の 基礎疾患を有する方はコールセンターにお電話いただきますと接種券をお送りいたしますのでその接種券が届き次第予約することが可能ですそれでは接種予定日についてお知らせします高森町では6月15日から 7月27日までの10回集団接種を予定しています。今後予約の状況次第で日程の追加や中止を検討いたします。接種時間はすべて午後の予定としており、午後1時30分から午後 3時30分までの30分ごとに予約することができますまた使用するワクチンはすべてファイザー社のワクチンを予定していますまた今回もジャンボタクシーやマイクロバスによる送迎も予定しています接種日ごとに送迎地区を 分けていますので送迎をご利用の場合はインターネットからの予約ではなくコールセンターまでお電話で予約してくださいこちらの接種予定日一覧につきましては接種券に同封しておりますのでご確認くださいまた回覧版でも出したいと思います二つ目に ワクチン接種コールセンターの再開についてお知らせしますコールセンターにつきましては4月1日から一時休止していましたが5月15日月曜日から再開いたします平日午前9時から午後4時まで開いていますのでお気軽にお電話ください 電話番号は、六三の、ゼロ三一二となっています。最後に。抗原検査訂正キットの、無料配布について、お知らせします。高森町では、これまで、町民限定で。抗原検査訂正キットを。無料配布しておりましたが。五月八日以降の。 5類変更以降も無料配布を継続いたしますこれは熊本県が9月30日までを移行期間としてサポートを継続されることに伴いまして高森町でも9月30日まで無料配布を継続実施いたします。抗原検査定性キットの 利用を希望される場場合は高森町役住民福祉課までお越しくだ、さいまた体調が悪い方や感染の疑いがある方が受け取りに来られる場合は役場駐車場での受け渡しを行いますので事前に住民福祉課までお電話ください。 電話番号は、六二の二九一一となっています。これで、新型コロナウイルス感染症情報を終わります。